さて今年はどんなアニメを見させてくれるのでしょうか。羅針盤アニメ福袋、本番いきます。はい、おお、なるほど。あ、たくさん入ってるの。そんな感じでいっぱい入ってるんですよ。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、というわけでですね、昨年に引き続きまして今年も買ってきましたアニメ福袋。前回ですね、アニメイトさんの、アニメイトですね、実際見てみたらむちゃくちゃ面白いっていうのもある。今年はさらにバージョンを上げまして、3000円分の福袋購入したのは、同じ建物のさらに上の階にある羅針盤さん購入してきました。ちなみにこちらにはですね、一般向けの福袋なのだ星マークと書かれておりました。はい、で今回はですね、店舗に行きましてですね、たくさんある福袋の中からこれだって選ぶのではなく、店員さんに伝えて持ってきてもらってお金を払ってこちらゲットしてきました。昨年同様ですね、この福袋に入っているアニメの中からですね、何本か厳選して、それを年内に見て動画としてレビューを出すという企画を今年もやってきます。今回3000円ということで、作品数を5本ではなく6作品にしたいと思います。ではですね、早速開けていきたいと思います。これ結構ね、重たいんですよ。ちょっと見ますね、まずは。はい。おお、それではですね、まず大きなものから行ってみたいと思います。お、なんだこれ。あー、なるほど、なるほど。おお、あー、たくさん入ってるの。そんな感じでいっぱい入ってるんですよ。まずは1個目いきましょう。ドーン。お、アイドルマスターだな、これはな。アイドルマスターミリオンライブ。ミリオンライブ ?A4 クリアファイル。白石。読めない。なんて読むの？これ見たっけ？アイドルマスターは見たんですよね。アイドルマスター見たんだけど、ミリオンライブってこれなんだ？ちょっとわかんないで、ちょっと調べてみまーす。なんだこれ？はいはい。タイトルがですね、熱帯魚は雪に焦がれる6。はい、これなんだこれ？なんだこれは？なんかネジが入ってるぞ。おぉ！これで、この足につけて、こう立てかけるやつだな。いいね。透明なのがいいね。とりあえず作品がわからないんで何とも言えないんですけども、このアニメ興味ありますね。次行きましょう。お、トードバッグですね。はい、ナースウォッチ小麦ちゃん R トードバッグ。なんだこれは、全くどういうアニメか全くわからないぞ。これは全く知らないアニメです。調べてみます。ドン、ハンドタオル魔法戦争ハンドタオル。イダ、これなんて読むの？13ひ、ひふみ、ひふみ、違うか。魔法戦争も知らないなぁ。ちょっとこれも後で調べてみたいと思います。で、今の袋が全てなくなりました。次行きましょう。うわぁ、いっぱい入ってる。これ何これ。ダーン。本入ってる。すげえ。おー、ロード・エルメロイ2世の事件簿。フェイトだよ、フェイト。いや、ただ2巻だー。2巻か。1巻買わないと何だろうか。これ小説かな？これは嬉しいね。これだけでもう1000円するからね。すご。すごい嬉しいです。はい、次行こう。あとはこちらのもう、なんかもういっぱい入ってるんで、もうどんどん行っちゃいましょう。まずこれ。お、アイドルマスター、シンデレラガールズ。シンデレラガールズ、見たっけな。2way バンド。2way、あ、腕につけるやつね。まあ、つけれないわ、こんなの。ちょっと自分あんまり記憶力悪いんで、ちょっと見たか見てないかちょっと調べてみたいと思います。続きまして、こちら。はい、シャーマンキング。あー、シャーマンキングね。シャーマンキング見たことないんだよなー。の、こちらはですね、アクリルスタンド。甲羅式 OS デカアクリルスタンド。梅宮龍之介。はい、こちらが出ました。シャーマンキングってなんか結構名作って聞くけど、この機会にいいかもしれませんね。続いてね、こちら。じゃあ、こちら。こちら中野人ゲノム実況中鬼ヶ崎開国 SD。 これはアニメなのか。鬼ヶ崎、全く知らないアニメです。ちょっとこれも調べてみたいと思います。で、続きまして、なにこれ、財布ロングボレット。これも知らないなあ。アイドルマスターか。アイドルマスターミリオンライブ、あ、さっきのやつだね。3500円もする、これ高。でもこの財布は使えないな。ちょっと中見ていいですか。質感いいね。おお、札と小銭とかも入って、あー、いいねー。でも、これ使えないなー。この裏側かっこいいね。いいね、3000円、面白くていいわ。次行こう。こちら。ワンピース。ワンピースはちょっと見れないでしょ、さすがに。あの、話数？アクリルフィギュア。全30種類のうち、ランダム5個が入っております。ワンピースでした。
日だまり、お日だまりスケッチ気になってたんだ。窓まぎを描いた人の、作品でしょ。缶バッジ2個セットが付いてきました。いや、これ見たいね。これ見たい。こちら何これ、ムー。ムーって何、1500円もするこれ。高っ。月刊ムー。月刊ムーこれアニメじゃないじゃん。月刊ムー入ってくるのこれ。ちなみに監督ですね、もう注射とか針とかもう大嫌いなんで、もうピアスとか絶対無理です。これつけたらなかなかすごいぞ。こちら、ウェイクアップガールズ。あ、ウェイクアップガールズは見たんだよね。よかったけども見てしまいましたね。アクリルキーホルダーコレクションとなっております。次行こう。はい、こちら。魔法戦争。あ、さっきの魔法戦争だな。アクリルカラビナ、五十嵐くるみ。魔法戦争2回来たんで気になりますね。続きまして、あとはですね、もうなんか、これでラストですね。ちょっと一個ずつ行きましょう。まずこちらが、空の青さを知る人よ。のトレーディングアクリルサンドデフォルメバージョン全10種。開けますね。はい、こちら。空の青さを知る人よのキャラクターかな。はい、こちらのアクリルサンドが出ました。はい。次行きましょう。こちら、アイドルマスターシンデレラガールズは見たね。一応開けよう。はい、これ、見た？神谷直。え、これ見てないな。アイドルマスターシンデレラガールズ劇場トレーディング缶バッジ。見てないな。プリキュア来た！プリキュアはさすがに？いや、でもこの機会にプリキュアを見るのか？はい、こちら。名前がわからん。トレーディング星型缶バッジペンキ。プリキュア行っちゃう？ま、あえてのプリキュア行くのもありか。次、こちら。俺を好きなのはお前だけかよ。トレーディング缶バッジ6種。はい、こちら。俺好きコスモス？あ、コスモスついてるからコスモスみたいな。はい、こちらが出ました。で、ラスト。おい、またプリキュアかい。おい、お前、やめろよ。お前、プリキュア見ろと言ってるもん。当然だな。ダン。誰これ。誰ってわかんないけどね、名前言ってもね。スター・トゥインクル・プリキュア。名前がわかりません。なんか、インク持ってます。というわけで、すべての中身を開封させていただきました。いや、結構面白かったね。あとですね、こちらの羅針盤さんの福袋なんですが、はい、こちら、2000円以上の商品 1.500 円引きというクーポンがですね、3枚入っております。有効期限が1月31日までですね、2000円分の何かアニメのグッズをこれを使えば、あ、それこそ、これね、1章と3章買うしかなくない？これで。ね、もうかなり大満足ですね。で、ちょっとですね、数がちょっとたくさんありすぎるので、インターネットで軽く検索して興味持った作品を6作品今回ですね年内に見ていきたいと思います。この監督ラボでは映画だったりガジェットの紹介などをしているザックバラナチャンネルとなっております。興味がある方はですねぜひチャンネル登録をして他の動画も見ていただければなと思っております。はい、でこの羅針盤のアニメ福袋を開封したのでこの動画もですねこのチャンネルに見たらすぐですね出したいと思いますので興味がある方はですね今のうちにチャンネル登録をしておいてください。必ずですねレビューをしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね2021年も監督ラボやってきますのでお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。